冒頭取り忘れたので説明すると、今からサプライズの準備をします。まずはるかは琴音を買い物に誘い、琴音を家から追い出します。次にモホはバレないように家に帰り、その間にサプライズの準備をします。ちなみに私は隠れて待機中です。もう行っていいかな、待っててね、琴音ちゃん。おはようございます。誰もいないんだけどね。超見えづらいんだけど大丈夫？どんな反応をするんでしょうか。こっちから言われていきます。ハッピーバースデーの文字、飾り付けもこんなにしてもらって、できない、どうしよう、やめよう。もうなんか YouTuber 様の誕生日サプライズみたいな、あると思う、あると思う。できなかった。つけてつけてつけて。すごいね、気をつけてね。怖い。あっち！ね！そしたらさ、他のローサチとさ、ああそういうこと。あっち！待って待って。今まで見たことありますか？誕生日本人がライターをつけること。ハッピーバースデー。素朴なサプライズだったら、どういう反応するのかっていう。でもまあ、こっちね、優しいので、まあ、いや、美味しいとか言って、美味しいとか言ってくれました。めっちゃなんか、普通に嬉しかったもん、これだけど。まあね。一人に喋ってん
ですか。待って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 。お前の好きなコーラだ。やったすごい嬉しい。ドキドキが止まらない感想が小学生だから。さっきから私21だぞ。22、22だよ。そうか、うん、美味しいね。でもあれでしょ、真帆とかさ、うん、2月になったばっかじゃん、21に、うんうん、だからなんか全然実感ないでしょ、うんうん、まだ20歳の気分。え、自分の誕生日に対してさ、どう思う？あんま嬉しい、楽しみ。楽しみなんだ。言葉がフラフラだった。あんまり？うん、なんかね、嬉しいだね。すごい。うん。うん、あ、味見しますよ。めっちゃ美味しい。高校の時も流行ったよね、そういうの。うん、やったね。みんなやってた。お菓子のリュックとかもらった。うん。で作った。自分だから持ってたんだよね。そうだ。うちらが学校の時間帯すっごい満員なの。満員なの。もう潰れないように。なんかさ、ロッカーの中にさ入れておくとかもやったよね。お菓子めっちゃバーってめっちゃ。こう広げたらあるみたいなね。待って青春だね。うん。だからさ、なんかさ、ちょっと前に。ケーキの話とかしてて、ケーキだったら何が好きですか。なんかでもね、流れでケーキの話だったもんね、うん、そう、うん、なんか全然わかんなかった。覚えてる？ケーキ屋さん通ったの。あ、そう、通ったの覚えてる。あ、そこで出したの。マジでマジで覚えてない。あ、見つけて、あ、ここでしょよっていうの、あ、なんであいつを取って、あ、だからめっちゃじーっと見てた。ね、絶対倒れる。いけるいける。せーの。あー、嘘でしょ。せーの。はい、今日の感想をどうぞ。最初ね、まあ、確かにね。これですもん。そう、これだったから。でも全然、もう私たちいつもね、こんぐらいのレベルなんですよ、うんうん、誕生日は。だから、全然違和感感じなかった。昔からそうだったから、ね。正直違和感は感じなかった。やっぱね、祝ってくれるね、この気持ちだけでね、嬉しいからね、やっぱプレゼントとかは何でもいいんですよ。お二人がね、時間かけていろいろ準備してくれたので、私はもうそれだけで嬉しいでございます。ありがとうございます。それこそ。じゃあ最後に今年の抱負を言って楽しんでください。今年は、はい、仕事してもっともっと飛躍してチャンネル登録者数50万人を目指して頑張ります。イエーイ。動画かと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。そして SNS のフォローの方もお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ、ありがとう。なんか動画を作ってくれたらしいです。見てみます。はい、やばい。
なんか感動したね。嬉しい。もう感動しちゃった。ありがとうございます。嬉しい、なんかめっちゃこう長時間かけて準備してくれたのがすごい伝わって嬉しいです。ありがとう。よかった。大好きです。皆さんも